ロボカップジュニアという競技に出会って、その競技では2人で参加することになっていまして、で私はペアのことをそのロボットを一緒に制作していくことが一番楽しかったっていうふうに、今では思っています。スマは生活支援ロボットの開発を行っています。私は生活にもっと、ロボットがいる、社会を作っていきたいと思っていまして、そのために今は私はその物体にロボットがこれはアルミ缶だよっていうふうに認識できるようなプログラムを開発しています。